Hey, you guys, こんにちは。Thank you so much for checking out Christmas Room. 今日はですね、ちょっと皆さんにお知らせがあるんですよ。なんと1月4日からですね、10分の法則の30日間チャレンジっていうのを行います。Yeah, and I want you to join, okay? で、これは、YouTube じゃなくて、YouTube じゃなくて、フライトプログラムっていう、僕がやっているクリスの塾みたいなのがあるんですよね。毎月新しいレッスンを学ぶんだけど、2022年の1月に、10分の法則っていうのをやるんですよ。で、これ、10分の法則っていうのは、なんかスキルを学びたいときとか、何かを習慣にしたいとき、ね、なんかそれを一つ決めて、それを毎日毎日、ね、10分だけでいいからやるわけなんですよね。で、これを30日間続けるとすごいベネフィットがあるんですよ。なんか抵抗感を感じるじゃないですか。あ、これやりたくないなとか、あ、今やらないといけないんだけどわーって。で、これリアルにね、頭の中、脳の中にエピネフリン、アドレナリンがリリースされてるんですよ、エピネフリンとして。で、そこでリアルにこの抵抗感っていうのはガリ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 頭の中で感じているのは、これ本当のストレスホルモンの話なんですよ。で、面白いのは、やりたくないよって言ってもやり始めると、なんとこの抵抗感が2分ぐらい経ったら終わるわけなんですよ。終わっちゃうのよ。ってね、だから例えばジャーナリング毎日やりたいなとか、新しい習慣ジャーナリングをね、2022年からやりたいって言ったら、ね、これやりたくないなって言っても、うーってやって やり始めたら2分経ったら、なんかさら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 10分30分50分とかジャーナリングできるわけなんですよ。で、これをね、掴んでもらいたいわけなんですよ。で、これを掴むと人生が変わるのね。なぜかっていうと、やらないといけないことがいっぱいあるね。ね、そのような人生をもしあなたが入っているんだったら、このチャレンジを絶対やってもらいたい。絶対やった方がいい。なぜかというと、やらないといけないことがいっぱいあって、ああ無理だ、やりたくないなってなるとね、何が起こっているかっていうと、もちろんエピネフリン、頭の中で抵抗感を感じていると思うんだけど、ね、何が起こるかっていうと、自分のセルフイメージができない人っていう風に変わっちゃうわけなんだよね。どういうことかっていうと、やらないといけないことがいっぱいあって、あ、今日無理だとか、あ、やらないなってやると、まず何が起こるかっていうと、罪悪感を感じますよね。あ、僕できないんだ、僕悪い人なんだって。で、今度ちょっと休もうとするじゃん。ちょっとね、ね、わかんないけどね、だからPS4? なんか今 PS5 か。なんかゲームやったりとか、なんかちょっと YouTube 見たりとか、 Twitter で遊んだりとか、 Facebook やってたりとか、ちょっとね、ダラダラしてたらね、頭の中の会話が、おい、ちょっと掃除しないといけないんじゃない、これ運動しないといけないんじゃない、買い物にしないといけないんじゃない、ちゃんと勉強しないといけないんじゃない、で、うわーってなって、休んでる時も罪悪感を感じるでしょう。これ、この人生生きてたら何が起こる？私は無理なんだ、私はやらないといけないことがいつもあって悪いことが起こるんだっていうのが、自然にそれが自分のナチュラルなカンフォートゾーン、そこに慣れているっていう生き方にどうしても入っちゃうわけよ、ね、で、これを一緒にぶっ飛ばしていこうぜ。マジもういいよ、これ2021年の終わり。はい、2022年からはあなたは変わりますって。どうやって変わるのっていうのを、簡単簡単、一つ何をやりたいのかっていうのを決めても、何でもいいの、運動でもジャーナリングでも、腕立てでも、腕立て10分はきついやストレッチでも何でもいいんだよ、読書でもね。で、それを決めた時間にいつどこでやるのか、どういう風にやるのか、ね、ウォーキングだったらどのルートに行くのか、どの靴を履いていくのかっていうのをあらかじめ決めて、ちょっと心の準備やって、タバコをやめるとかね、お酒やめるみたいな感じで、この日からやめるぞみたいな感じで、そういう感じで準備して、よーいドン、1月4日スタートやる。で、やったら、あのフライトプログラムの中の Facebook のグループに報告して、今日できたぜとか、家族と一緒にやってもいいしね。で、それを続けていくわけよ、30日間。で、もちろんミスする日もあるよ。でも、ミスしたらこれはまたドンマイのチャンスになるわけよね。例えばジャーナリングやるって感じで、あ、ミスっちゃったって、あ、私もう失敗する、もう今日諦めようかなって言って、いや、今日は次の日諦めないぞって言ったら、ファイトやって言って、そこでまた人生の進化っていうのを自分で歩んでいくっていうのができるわけよ。よっしゃ。で、今度、あ、ミスった、今日ダメだったってなったら、頭の中のね、このね、悪魔ちゃんとの会話が始まるわけよ。俺はできないやつだよな、私って本当無理だよね、私はこんなの無理か、諦めた方がいいわ、私は本当にできない人なのって言ったら、自分で来て、正義の自分で、ね、ちょい、これちょっと待った、ちょっと待った、一日ミスしたって俺の価値は下がってないぜ、僕の本当の価値はスーパー、心の中にあるんだ、かかとほやみたいな感じで、自分に罪悪感を当てるっていうのをブロック、
のブロックするわけよ。That's how you change people. That's how we change. That's the only way. そうやって人生、そうやって変わるんだよ。それしかないよ。他の人ができないんだよ。どうやってやるのって言って、自分で一歩一歩、1ミリでもいいから、0.1 ミリでもいいんだよ。0.0001 ミリ。ちょっとだけ違う。私はできるって言って、で今度30日のチャレンジやって、みんなで一緒にやってっから、これ。何百人で。ね、でこれ歩いていくわけよ。で他の人も今日できたよ、今日できなかったって言って、これやっていくと自分はできるんだって気づいてくるわけよ。で何が起こるかって、最後の30日に何が起こると思う？例えばジャーナリングの習慣したいってな、習慣したいとか、なんか新しいスキルを身につけたい、もちろん新しいスキルを身につけるとかね、運動毎日10分できたとか、ウォーキングできたとか、ジャーナリングできたとか、ストレッチできた、瞑想できたとか、それはもう、それはもうボーナスよ。それはもうケーキの上のクリームのある上にチェリーがついてるんだ。それチェリーだけだよ。本当のケーキは、本当のケーキっていうのは、俺できたんだ。俺ずっとこれできるパワーっていうのが、ここずっと眠ってたパワーっていうのがあったんだ。私って実はできる人なんだって、それで本当のあなたっていうのに目覚めていくっていうか、気づいていくっていうのよ。だからもし毎日罪悪感を感じているね、なんかやらないといけないことがあって、寝る前にあーって罪悪感を感じて、ちょっとダラダラしてると罪悪感を感じて、今度ダラダラにエスケープしてる、ダラダラにエスケープしてる、 YouTube 見すぎとか、ネットフリ見すぎとかね、これもう終わっちゃうのよ。なぜかっていうと、自分のこのスーパーパワーっていうの本当にあるわけなんですよ。わかる？あなたの中に眠ってんのよ。もしなかったら眠ってるだけなんで、あなたは持ってるんですよ。 DNA 的に、科学的にね、あなたっていう存在は持ってるわけよ。どうやってこのパワーのスイッチをオンするのっていうと、10分の法則の30日間カレンジでシャーって気づけるようになって、このパワーを、ね、身につけたらできるんだっていうパワー、私は大丈夫なんだ、壊れてないんだ、スーパーパワー持ってんやみたいな、自分のスーパーサイヤ人、あれやな、シャー孫悟空のサイヤ人やな、つけられるんだって、自分でコントロールできるんだ、自分で決めて進んでいけるんだっていうパワーに気づいたら、次のレベルとかで、次のこととかもできるようになってくるわけよ。でフライトプログラム、このクリスの塾っていうのは月額1000円なんですよ。俺税込み1000円だと思うよ、本当に本当にね、1000円なんですよ。でなんと30日間無料だから、 今すぐこのどっかにリンク出てるから、それクリックして入って、自分の名前とか入れて、そしたらもうチャージ、クレジットカードのチャージ来ないわけよ。30日間無料でできるのよ。だからもうね、もうこれやっちゃって、無料でやって一緒にやろうぜ。ね、で続けたかったら続ければいいんだよ。それ僕のプレゼントですよ。クリスマスプレゼントだよ。なあ、やってない人は。だから入って、本当に僕これ良くなると思うよ。10分の法則の30日チャレンジはすごいよ。1月4日スタートだぜ。楽しみ。ね、一緒に来るのを願ってるよ。ありがとう。じゃあねー。